アルトゥル・ベルクトは、ロシアのヘビメタル、ハードロック・ボーカリスト。1962年、ハリコフでセシュー・サーカス芸人の家に生まれた。学校合奏で、ボーカリストとしてデビュー。学校卒業後、クネーシン音楽大学に入学し、ボーカルを専攻。1981年、19歳の時に、ボーカル担当として、魔法のクレニカに入。1982年、 魔法のクレオ脱退。同年、アルトゥルベルクトというステージネームをつけて、アフトグラフに加入。バンドの解体後、アメリカ合衆国へ移動。1994年、ズームに加入し、1997年までに、ボーカルギター及び作詞作曲を担当。2002年、アリアのボーカリストはレーリキペロフの脱退後バンドに加入。エピデミアの エルバンマニュースクリプトというメタルオペラにも参加し、イルディス魔法使いの役を演じる。アリア時代に、炎による洗礼、生きている炎、ハルマゲドン、アスファルトのヒーロー、20年、戦場等のアルバム制作に参加。2011年、アリアを脱退。脱退後に、自身の名前を冠したバンド、アルトゥルベルクトを結成。同年、マグニトゴルスク市で行われた、 ホッケーチャレンジカップの開催時に自分で作曲したマイナーホッケーリーグのテーマソングを歌ったアルトゥルベルクとのメンバー、ありがとうございます。